さあこれより第2クォーターに入ります。佐藤建設相手陣8ヤードからファーストダウン2ゴールとなります。エンドゾーンまで残り8ヤードの絶好のポジション生かせるでしょうか。佐藤建設タッチダウン。佐藤健介、ここはランプレーで展開しました。託されたキャリア13番ハンドオフを受け右オープンに展開、そこから一気に縦へ切れ上がってエンドゾーンを落とし入れました。佐藤健介タッチダウンを決めまして6点先制です。そしてタッチダウンの後のワンプレートライ4ポイントに挑みます。これをキッカー19番見事に決めまして1点追加。佐藤建設スタンディングベアーズ7点、トヨタブルファイターズ0点となりました。先ほどのタッチダウンダウン見事に決めましたのはランニングバック13番藤川、吉備国際大学出身のプレイヤーです。佐藤建設関西学生下部、そして中四国連盟に加盟する数多くのプレイヤーをこのチームに従え X3 制覇を目指します。そして得点を挙げました佐藤建設のキックオフで試合再開となります。アメリカンフットボールはラグビーとは違い、得点を上げた側がキックオフして試合を再開します。トヨタリターンに入ります。このリターンはトヨタ陣30ヤードで止まりました。リターンしましたのはトヨタ11番の家永でした。さあタッチダウンを奪われましたトヨタブルファイターズ、反撃のこの糸口となりますでしょうか。自陣30ヤードからのファーストダウン10に挑みます。さあまず中央へのランプレーで突破を図りました。ランニングバック2番ゲイン図ろうとしましたがゲインは1ヤードです。キャリア2番は古町、慶応義塾大学出身。トヨタ自陣31ヤードからセカンドダウン9、2回目の攻撃です。攻撃権更新残り距離9ヤード。不成功。クォーターバック20番ここで1点パスプレーに転じました。しかしこれは佐藤建設ディフェンス集まりよくパス不成功に終わっています。攻撃権1つ失いましてサードダウン3回目の攻撃に入ります。不成功。クォーターバック20番プレッシャー浴びながらワイドレシーバー11番にパスを投じましたがこれはディフェンスにカバーされておりパス不成功に終わっています。トヨタフォースダウン4回目の攻撃に入ります。
トヨタはフォースランナインパントフォーメーションに入りました。パンターは80番の原田が務めます。名古屋工業大学出身、ここでイエローフラッグ反則が発生しています。トヨタ違反、フィールドの中に12人いました。トヨタガードのペナルティ。ここでトヨタに交代違反の反則がありました。アメリカンフットボールはフィールドの中は11人以下でなければいけません。フィールドの中に12人いるとそれが反則という扱いになり5ヤード抜体となります。トヨタ5ヤード下がりまして、フォースダウン14のパントフォーメーションとなり、パントシチュエーションとなります。このパントはリターンできない微妙の絶妙なところに落としまして、佐藤建設陣15ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置での攻守交代となります。トヨタ攻撃による打開はできていませんが、しかしキッキングゲームでフィールドポジションを優位に進める形で佐藤建設に対抗しております。さあ佐藤建設は自陣17ヤードからのファーストダウン10。さあここでも佐藤建設はランプレーを重ねていきます。中央突破を図るランプレーによりまして約4ヤードのゲインとなっています。佐藤建設セカンドダウン6。パス不成功、ナイスディフェンス。ここで1点パスプレーに転じましたが、これは佐藤建設80番が見事にアジャストしパス不成功としています。80番反応よくあわやインターセプトというナイスプレーでした。トヨタ80番は原田、名古屋工業大学出身。佐藤建設サードダウン6、ボールオンは自陣24ヤード。さあここでランプレーによる打開を図りました。キャリアは47番でした。左オープンにカットワークしオープンスペースを狙いましたが、しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンと変わります。キャリア47番は古川でした。県立広島大学出身。佐藤建設フォースダウン4でパントフォーメーションを選択します。このパント非常によくトヨタ陣25ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置での攻守交代となります。これで攻守また再び変わります。今度はトヨタ自陣24ヤードからファーストダウン10となります。さあ中央へのランプレーから入りましたが、これは佐藤建設のディフェンス集まりよく、ゲインはほとんどありません。1ヤードにとどまっています。
トヨタセカンドダウン9、ボールオンは自陣25ヤード。突破となるきっかけが見えてくるでしょうか、トヨタブルーファイターズ。トヨタここでオプションプレーを展開しました。オプションはクォーターバックが持つかランニングバックが持つかの選択プレーです。ここはランニングバック35番に投げ渡しましたが、しかし佐藤建設あの集まりよく、ゲインはしかしそれでも5ヤードのゲインとなっています。失礼いたしました、約5ヤード獲得しておりました。キャリアは35番川名でした。上智大学出身。トヨタ自陣30ヤードからサードダウン4、3回目の攻撃に入ります。攻撃権更新残り4ヤード。パス不成功。これクォーターバック20番はパスを投じましたが、佐藤建設がこのパスをカットしました。パス不成功となりましてフォースダウンに変わります。トヨタフォースダウン4、パントフォーメーションを引きました。さあ佐藤建設リターンに入ります。見事入れ違うように大きなリターンをしまして、トヨタ陣に入ったところでボールデッドとしました。素晴らしい判断でリターンをしましたが、佐藤建設の26番の選手でした。佐藤建設26番は相生。水分補給のためのタイムアウトです。ここでウォーターブレイクが入ります。ホールディング。ホールディング。ホワイト34番、キック中の反則です。キックエンドから10ヤードのペナルティーです。先ほどのプレーの際にパントシチュエーションでパントチームが出会ったトヨタにホールディング、相手を掴んでいたという反則がありました。ボールを所有しているチームは相手選手を掴んではいけません。この反則により10ヤードの罰則になります。この反則はリターンが止まりました地点から10ヤードという形で実施されますので、ボールデッドした地点から10ヤード、佐藤建設が進んだ位置からファーストダウンとなります。佐藤建設のファーストダウンです。佐藤建設、この反則によりましてさらに有利な位置を得ることが出ました。試合再開です。佐藤建設、相手陣40ヤードからファーストダウン10。ランニバック29番、トスを受けて左オープンへのスイープレー、そこから縦に切れがり相手ディフェンスの隙間を縫うように走り抜けて大きく前進、ファースター見事なラン決めました。佐藤建設29番は上野、龍谷大学出身。長年チームを引っ張る主力ランニングバックがここで見せました。
さあ、須藤建設相手陣18ヤードからのファーストダウン点。さあ、今度は13番が突っ込みます。タックされた13番、相手タックルを浴びながら約3ヤードのゲイン。キャリア13番は藤川、吉備国際大学出身。佐藤建設相手陣15ヤードからセカンドダウン7。これはトヨタナイスディフェンス。今度はキャリア47番に託して右オープンを狙おうとしましたが、これはトヨタ72番が見事に反応しまして約5ヤードロスとしています。素晴らしい反応したトヨタ72番は樋口、立命館大学出身。佐藤建設相手陣20ヤードからサードダウン12。パス不成功。失礼しました、画面に乱れがありました。先ほどはクォーターバック15番がプレイアクションからワイドレシーバー26番へのパスでしたが、これはトヨタ22番が見事にカバーしており、パス不成功に終わっています。素晴らしいパスカバーを見せましたトヨタ22番は中島、神戸大学出身。佐藤建設フォースダウン12でフォーメーションを変えます。フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。しかしここでホイッスル。チームタイムアウト。トヨタブルファイターズ前半2回目です。ここで前半2回目のタイムアウトを取りました。トヨタ陣容的に攻守両方出場する選手が多くおります。体力の消耗も激しく、ここでタイムアウトを取りました。さあ、タイムアウトを解けまして、佐藤建設フォースダウン12のシチュエーションです。フィールドゴールトライ、キックレングス48ヤードのフィールドゴールに挑みます。このキックは失敗、無得点となりました。4回目の攻撃失敗となりますので、この時点で攻守交代となります。攻撃権はこれをもちましてトヨタブルファイターズに移ります。さあ、佐藤建設の猛攻をしのぎましたトヨタブルファイターズ、自陣20ヤードからの攻撃を今から始めます。前半残り時間は2分37秒となっています。この残り時間でトヨタ得点を上げることができるでしょうか。トヨタファーストダウン10。ここでボールをファンブル。幸い自ら抑えていますが、しかし大きく後退することになりました。アメリカンフットボール、前パスは落ちて失敗した段階でプレー止まりますが、後ろパスはランプレーと同じ扱いでそのままプレーは継続という形になります。
さあトヨタセカンドダウン20の状況を突破できるでしょうか。クォーターバック20番オプションプレーで自らキープ、ゲインはしていますが約2ヤードに止まっています。クォーターバック20番は金子、名古屋学院大学出身。ここでホイッスル、チームタイムアウト。佐藤建設前半2回目です。佐藤建設ここで前半2回目のタイムアウトを取りました。守備側にある佐藤建設、ここで時間を止めることにより自分たちの攻撃権を確保しようという考えです。あと1回、さあタイムアウトを解けまして、愛知失礼しました、トヨタ自陣12ヤードからのサードダウン18の状況に挑みます。さあ中央へのランプレーで突破を図る、原因はしていますがしかし攻撃権更新には至っておりません。チームタイムアウト、ここでタイムアウトを取りました。佐藤建設、ここで前半すべてのタイムアウトを使って時間を確保します。やっとタイムアウトです。トヨタとしてはここは少なくとも攻撃権更新には至りたかったところですが、しかしそれは叶わない状況に至っています。それを見越して佐藤建設、ここでタイムアウトを全て使って自分たちの攻撃の機会を確保する選択をしました。さあ試合再開となります。トヨタフォースダウン13、パントフォーメーションを選択します。ここでホイッスル、レッドボールファール、フォルススタート、オフェンスの反則です。トヨタ30番ススタート、ドラードのペナルティーです。不正なスタートを切りました。フォースダウンを繰り返します。オフェンスチームは揃ってスタートしなければいけません。5ヤード抜体となりましてフォースダウンやり直しです。トヨタ自陣12ヤードに下がりましてのフォースダウン18、パントフォーメーションに入ります。佐藤建設、ボールをジャッグルしましたがこれは自ら抑えております。ハーフウェイ付近での攻守交代となりました。攻撃権を取り返す形になりました佐藤建設。
残り1分20秒の攻撃にその追加点を得るチャンスをかけます。ボールオンは相手陣48ヤードからのファーストダウン点、これは取れた、ナイスディフェンス。ここで佐藤建設は一人だけ動かしていいバックにモーションをさせ、そのモーションしたバックに前パスを投げるという形でジェットモーションスイープを展開しましたが、しかしこれは対応されました。約1ヤードロス。時計回ります。パス成功。クォーターバック15番左スプリントアウトからワイドレシーバー26番にパスを通しまして攻撃権、約10ヤードの前進としていますが、失礼しました、このパス通っておりませんでした。パス不成功です。パス不成功でした。パス失敗によりましてサードダウンに変わります。さあ佐藤建設サードダウン13、パス不成功。再びパスプレーでしたが、これはディフェンスのカバー厚く、パス不成功に終わりました。佐藤建設フォースダウンのシチュエーションになります。佐藤建設フォースダウンシチュエーションをパントフォーメーションを選択しました。さあリターンに入ります。80番左サイドライン際に走り抜け、自陣15ヤードの地点でボールデッドとしました。残り前半残り時間30秒を残してトヨタの攻撃に変わります。トヨタ自陣20ヤードからファーストダウン10、中央へのランプレーを入ります。中央へのランプレーを入れまして約3ヤードのゲインとしました。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了です。前半終了となりまして、佐藤建設スタンディングベアーズ7点、トヨタブルファイターズ0点、佐藤建設ワンタッチダウンリードで後半戦に入ります。ハーフタイムは10分間です。